デイビッド・マーティンによる肖像が1776年頃。第二代バサースト伯爵ヘンリー・バサーストは、グレート・ブリテン王国の法律家、政治家、大法官、スーミツ密院議長を歴任した。トーリー党所属。初代バサースト男爵アレン・バサーストと、キャサリン・アップスリーの次男として、1714年5月20日に生まれた。 1725年から1728年までイートンカレッジで教育を受けた後、1730年5月14日にオックスフォード大学ベリオールカレッジに入学した。同年にインナーテンプルに入学。1736年2月7日に弁護士、資格免許を取得した。1743年6月22日にリンカーン放送院に入学。 1746年1月20日に直線弁護士に選出された後、1746年4月25日にインナーテンプルの評議員に選出された。1735年4月、サイレンセスター選挙区の補欠選挙に立候補して、庶民委員議員に当選した。ウォルポール内閣期で常に野党の一員として投票したが、ウォルポールの失脚後に、父が、 官職に就任したため、バサーストも与党に転じた。1744年に、父が解任されると、再び野党に転じて、ウェールズ公フレデリック・ルイスに接近。1745年に、ウェールズ公の法務次官に任命され、1748年に、ウェールズ公の法務長官に昇進した。1751年に、フレデリック・ルイスが死去すると、バサーストが、 与党に転じたため、引き続き、ウェールズ公、ジョージの法務長官を務めた。1754年イギリス総選挙では、父の意向により、立候補せず、議席を兄ベンジャミンに譲った。同年5月2日に大法官の初代ハードウィック、白爵フィリップ・ヨークの推薦を受けて、庶民間訴訟裁判所の裁判官に就任。これによりウェールズ公の法務長官から退任した。 1770年1月20日に大法官、チャールズ・ヨークが休止すると、21日に国事証書委員会の第二委員に任命された。そのちょうど1年後である1771年1月21日に、数密顧問官に任命された。さらに23日に大法官に任命され、24日に、グレートブリテン貴族であるサセックス州におけるアップスリーのアップスリー男尺に、 除されたこれに伴い庶民間訴訟裁裁判判所の裁判官から退任した英国人名治典とオックスフォード英国人名治典によるとチャールズ・ヨークの死去に伴い任命された国事証書委員3名は全員能力不足だったがそのうち能力の最も低いバサーストが大法官に任命されたというノース内閣の一員として常に閣議の決定事項を支持したという 1775年9月16日に父が死去するとバサースト伯爵院を継承した。1776年に貴族院で行われたキングストンイコールアポンイコールハルコー尺夫人エリザベス・ピア・ポントの裁判では裁判の期間中に大レーを務めた。1778年6月の内閣改造で更迭されたが、1779年11月に 数密院議長として再入閣した。以降、ノース内閣が1782年に総辞職するまで務めた。1783年にフォックスノース連立内閣が成立した時、大法官への再任を申し出たが、サーロー男爵に辞任の意思がなく、バサーストが再び任命されることはなかった。1794年8月6日にサイレンセスター。 近くのオークリーグローブで死去、同地の家族のお骨所に埋葬された。息子ヘンリーが借位を継承した。英国人名事典によると、初代順シャクサーフランシス・ブラーの著作、ロー・レラティブ・ツー・トライアルズ・アット・ニシ・プリウスは、バサースト・伯爵が収集したコレクションに基づいているという。オックスフォード英国人名事典によると、庶民間訴訟裁判所の裁判官として、 法律問題に対する判決を回避する傾向があり、大法廷による審理の場合は、主席裁判官に判断を委ねることが多かった。また、凡庸な人物で大法官の職務においてもミスが多かったという。19世紀の大法官である初代キャンベル男爵ジョーン・キャンベルは、法律家としての第2代はサースト伯爵に低い、評価を下し、アップスリーハウスの建設を、 大法官バーサースとの一生において最も記憶に残る行動とした。ただし、キャンベルはバサースとの経歴に大きく非難されるような点がなかったとした。1754年9月19日、アン・ジェームズと結婚した。1759年6月14日、トライフェナス公園と再婚に何四条を設けた。ありがとうございます。